都県ン,ンはランカサイハイラン族の地生の多年層。地下にある根茎は、球状で緑色、細長い地下茎で繋がる。葉は、根茎から2個が出て、長楕円型で、長さ10から12センチメートル、幅3から5センチメートル、先端は、栄頭で、基部は、次第に狭まり細い傭兵がある。表面には、縦膝があり、しばしば紫色の斑点がある。 葉は冬、緑性で夏には枯れて休眠する。夏季は5から6月。休憩の速報から高さ30から40センチメートルになる家計をお出し、下部には鞘状葉をまばらにつけ、上部から中部にかけて6から12個の花を相乗過剰にまばらにつける。巣とは皮新型で、長さは4から6ミリメートルになる。花は横向きにつき、半開し花の小道は、 約3センチメートル、額片は、線状頭皮新型で、長さ1.8から 2cm、側下辺は、線形で、ともに、先端は、A 頭になり、高褐色で、紫色の反転がある。この反転のない個体もある。新弁は、基部は、随中の下部に平行して細長く、先端の3分の1のところで急に直角に曲がり、その先端は広がり散列する。 中列片は白色で広いトーラン系、先端は円筒で円は波状になる。側列片は白色で紫色の反転があり、筆心型で小さい。随中は細長く長さ 14mm になり、先端の約は円形になる。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、赤ん帯からレイオン帯の落葉樹林下に生育する。 国外では朝鮮半島中国大陸南東部に分布する。都県乱は都県乱の意で鼻につく紫色の寒天を鳥類のホトトギスの胸から腹部にある斑紋に例えたもの。種小名暗レ例とは爪状の根元でくびれたの意味。ありがとうございます。